本日はライジンファイターの芦澤龍生選手とブレイキングダウンにて飯田正成選手とも対戦経験のあるパク・ウォンシク選手が揉める騒動へと発展しておりますので、そちらについてまとめていきます。パク・ウォンシク選手はプロ戦績25戦15勝8敗韓国出身の37歳です。日本や韓国を主戦場とするパク・ウォンシク選手は2020年コージ選手も主戦場としていた日本の格闘技団体ヒートにてライト級王座決定戦を制し、ヒートライト級王者に輝くも、その後は首の骨を折る大怪我を患い現役を引退しておりました。そんなパク・ウォンシク選手は現役引退から約3年後、ブレイキングダウン8日韓対抗戦の大将として現役復帰を果たすと、ブレイキングダウンの顔としても活躍する飯田正成選手と対戦し、延長にわたる僅差判定負けを喫しております。そんな中、突如 SNS にてパク・ウォンシク選手と芦澤龍生選手が会話する動画が公開され、その中でパク・ウォンシク選手は芦澤龍生選手に対して、ライジンファイター？バンタム級なの？ MMA ファイター？ K1 でも活躍していたんだね。私の名前パーキーだよ。明日私とスパーリングをしようよ。ライジンスター、私とスパーリングをしようよ。もしかして私にビビってる？君はジャパニーズギャングスター、私はコリアンギャングスターなどと語り、偶然居合わせた芦澤龍生選手に対して突如スパーリングを申し込み、私にビビっているのかと挑発じみとコメントを残すと、このパク・ウォンシク選手の発言に対して芦澤龍生選手は、ノー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 ファッキュ、俺はそんなに甘くねえ、そんな安くねえんだよこの野郎、ジャパニーズギャングスターだぞこら、俺がビビってるだ、うなわけねえだろ、俺はストリートなんだよこの野郎などとアンサーを返し、突如スパーリングを申し込んできたパク・ウォンシク選手に対して、俺はそんなに安くねえ、ビビるわけがないだろうと芦澤龍生節を炸裂させております。この両者の切り抜き動画は X 上にて拡散される騒ぎとなり、芦澤龍生選手とは苦楽を共にし、自身も韓国にゆかりのある総合格闘家の山本聖吾選手は X にて、これに腹立って昨日の夜からパーキーと喧嘩しました、悪口言ったらダメだろなどと投稿し、自身の親友でもある芦澤龍生選手に対して揶揄発言を行ったパク・ウォンシク選手と喧嘩になったことを明かしております。注目の集まる芦澤龍生選手の今後の活躍に期待しましょう。本日もご視聴ありがとうございました。